感覚久々に乗りこなすこれだがマジヤバいってなし。ブルパラフローまた一撃必殺レベチな使い方ブルーロー高校かけるエビシジミ、はい、みんなが持ってる ADHD、はい、仕方がないし俺サイコパッション、はい、いつもの通り、はい、みんなハグキャッシュ人生はワクチン、はい、まあ、世界一も耐えられそうやっけ固くなった思い出 Yeah 危ない目で全部禁止、あいつは食らって禁止 Yeah 理解する LGBT の奴らは全員便秘気味ちゃんと陰も踏めるしこれだけで一級品 Yeah コカインで便秘気味のあいつらじゃなくてそのコカインとか飲まなくていいよ俺飲み干してるビオフェルミン乳酸菌たっぷりこれはカルピスでの感謝はしない濃い味届けるこのワンパス声を届けてさって届くかボラいや、わからず、シュー。あー、何言ったか言う、ビアンブロミン。いや、俺のラブビーム、週3。週3で3くらい陰を踏めるかもしれないけど。いや、すいません、ちょっと酔っ払いすぎちゃいました。いや、飲みすぎたセキーラ。だけど俺、巻きすぎたベジータ、ラップ界のエンターテイナー。ラブ界のベジカー俺答えらなくても演じてきちゃうまた不死ちゃう申し訳は何かタロー忍者より誰かが不死ちゃう別に動けないじゃん俺はどうせ絶対だからね今後の色少なくて僕は負けん Yeah Yeah ピースターズ楽しいからこれも最高 Yeah これも最高Yo, yo, 急に回ってきた定番でも大丈夫俺は定番だラップなんてするつもりはない一つだけアイデンティティだと磨くしかないよ Hey, yo, 海賊王の話に戻るかい海賊王最高潮でマイクフォンを握ってるようなもんだよ次は誰かな Yeah, yeah, 間違いない言いたいこと言えばいい差別発言だったって交わせるなら取りまし サバブスもあるなら俺は適当にワンバースめくれ蹴りましょうか、相手の名前が不自由そう俺の前じゃ絶対に朽ちるぞ Hey, yeah 俺はどこでラップしても適当にすることない小箱浜祭り行った時も全力で声が出すことに命かけ声を枯らすいや俺はカラス日が舞う空に祈るいつかはリッチでも売れてもコーラいつか買っちゃうプレゼントどうだ yeah, いつかだろ俺は今でも買えますけど、yeah、お前は小箱知らないどうなのお前は俺にすりゃオナホみたいなもんだろマジ興味の俺はいつも気持ちよく食べる Let's go ちゃんとビートを操れないと意味ないでしょ買うっつっても手段が大事バイトで稼いだ1万とこれで稼いだ1万は重みが違うんだ、yeah、だから俺はその先将来も夢見てよだから俺もハイブランド何があるかもわからないけどやりたいこともやるだから俺はそういつかこれで手が届くエルメスにすぐゼロに追う生まれの絶滅危惧種こいつ稼いでないのにそれを言うなって話俺は曲にも知ってるし金稼がれと金大事じゃないなんて言えないしそれだけはなし俺はこれでもちゃんと稼ぐし俺は店長辞めてきたぜなんで勝ってルーチラップ稼いでない時こそ金の大切
切さがわかるから。いやでも俺は絶対だない、こだわる勝ち方にとうとう分かってきたに、親のありがたみ、だけど俺は Make money Make money ってない環境だけれど、今がやる時だぜ、俺の背中を見とけ、全国のボスだぜ。おいい試合だね、普通に。じゃあ聞いていきましょう。先行ルーチェ、後攻藤裕太。というわけで何本目のトーナメントだっけ、3個目のトーナメント優勝は藤裕太です。おめでとうございます。じゃあ藤裕太、なんか喋りたいことあったら喋ってください。いろんなところでバトルとかやらせてもらってるんですけど、フライデーが初めてでバトルしたので、優勝取ったことなかったから取れてよかったです。声かけてください、よかったら。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。その次の試合がポッコ VS ルーチェかな。じゃあ行きましょう、 DJ チャーカー。ピートはこちら。最初はグーじゃんけんぽい。うわー、じゃんけんぽい。はい、じゃあ先攻がイエス、後攻がレンジじゃねえ、先攻が人格に問題ある、後攻が不自由となります。行きましょう、お DJ チャーカー。いやマジでなんかちょっとエモくなりそうで、マジで俺が友達もいない頃、金沢文庫のイベントでマジでノルマ多いイベントで会ったのがお前だった。でもその時はマジで何もなかった。いやマジでノルマイベントとかもくだらない、こういうとこに来て俺は毎週仲間と遊んでたい、それでパーリー稼ぐぜマニア。いやいつも通り俺パッパッてます。いや俺ずっと家で一人でやってきたけど、コーラからフライでここまで来て仲間って言える人ができて、人格に問題あり。いやそんなことないから浴びれるこのサンシャイン。いや俺は浴びれてる。いや仲間って言える人ができてよかったぜ本当に。俺は家の中鍵を閉めたけど、心の鍵開けたんだよ、みんなだよ。俺もそうだよ、今年はマジでみんなに感謝してんだよ。俺今年の4月までマジで何もしてなかったんだよ。ただ学校タラタラ行って、でも機材買って音源作って仲間のおかげで席立ってんだよマジで。いや本当にマジでありがてえよ。いやマジ仲間がいなかったら絶対俺ここまで音楽やってねえし、マジで本当に今いる隣の友達を全員大事にしろよ。でもありがとうとか感謝だけじゃわかんない、自然に聞いてる。俺は名前を今日は刻む、感謝だけじゃなくて音楽やる。この場所俺は何をしているかわからないけど、俺のラップが上手すぎて会場を引く、響かせに来たこのハイトーンボイス。次を聞いていきましょう。先行人格に問題あり、後攻藤裕太、勝者藤裕太。DJチャーカー、続いての試合のビート聞かせてください。ここで、先攻がミスト、ここがルーチェ、 DJ チャーカー。まずは任すから、ふむ俺も3ヶ月あいつと同じ、できんだけど関係なし、マジマイク持ったら始まり、こっからやってく、落ちないことガンデム、勝つことに全力、言うこと最初はないかもしれないけど勝つ間違いないだ。俺もあんたラップ始めて3ヶ月、その時にはさ髪食ってる、あ、まつくっても髪食ってもあラビブは喋れる、あいうえお。いやかましてるぜ、俺3ヶ月相手でも容赦しねえな、俺から知ったらみんなティーンエイジ。テイジャーじゃなくてテディーでやってやってく、髪食ったことはねえ、でも関係ねえ、ガンジャーを何もするはねえ、けどこれだけ楽でしやくてタフなラップで勝つ、間違いなくここで決めるワンパス。
スが全ても完璧完成、最後まで声通ってる声。Yo、 髪も食わないしガンジャーも食わない、ナチュラルなやつがマジで一番ヤバい。俺は曲がりくねった世界、仕方がない、だって二十歳になって仕方がないぜ。大人の凱旋そこを見たいで思ってた俺の10代の頃のガキの心返してで髪食って。うぇーい、厳しいよお前。それでは2人で聞いていきましょう。先行水と